皆さんお元気ですか。牧師 YouTuber の菅野直樹です。今日も出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。11月22日火曜日、今日は心の向きを変えようという題でお話をいたします。物事がうまくいかないときに不平不満を言う癖はないでしょうか。もしあなたがそういう癖、習慣があったとしたら、それでプラスになったことがあるでしょうか。文句を言って不平言ってね、よかったなって思えるでしょうかね。まあ不平不満言うのは最もかもしれません。でも不平不満を言う癖というのは事態をさらに悪化させてしまいます。それよりありのままの状況をそのまま受け入れて、事態を好転させるように力を使ったらどうでしょうか。まあ不平不満を言う人の特徴はね、人生の暗い部分を見てるんですね。まあ影の部分を見てると言ったらいいでしょうかね。でも皆さん、影があるとしたらね、影の180度向こう側には光があるってことを忘れないでください。影の反対には光が来ている、だから影がある。ひまわりの花というのはその火に向かって太陽に向かって咲くと言われています。まあ、もちろん180度までは回らないけどね、火に向かって回るひまわり。私たちも心の向きを、影や暗いところから向き変えて神の方に向けてみませんか。皆さんそれをね、悔い改めというんです。悔い改めとは心の向きを変えるということ。どうぞ闇から光に、悪魔から神に、病気から健康に、問題から祝福に、心の向きを変えてください。イエス・キリストは言いました。悔い改めなさい、天国は近づいた。天国を向きなさい、神に目を向けなさいということです。そして悔い改めっていうのはね、手が伸ばせば届くところにもう神の国来てるよっていうことなんですね。皆さん、あなたの人生はもう大丈夫です。神がすぐそばまで来ておられます。そして振り向かないで、前に向かって、神に向かって生きていきましょう。もう皆さんがですね、光を、神を、祝福を、健康、光、神を見る、そういう習慣がつきますようにと祈っております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。それではごきげんよう。さよなら。